はい。はい、こんにちはです。はい。今日は、なんていうのかな。まあ、言いたいこととしては、その文字、こうネガティブなことを文字にするのはあまり良くないという感じの話ですね。はい。ネガティブ、ちょっと違うかも。まあでも、ニュアンス的にはそんな感じです。今日かな、昨日かな。声優の水瀬いのりさんっていう人がいるんですよ。で、まあ、この人が、まあ、どうやらその裏垢、ツイッターの裏垢を持っていて、まあ、本来そっちでつぶやくはずのものを、なんか本番というかその、自分の、なんですかね、本ちゃんのアカウントの方で書いちゃったみたいな。まあ、そんな感じの、事件があったんですね。この人は声優さんっていうのはね知ってるんですけど、結構可愛いっすね。はい。で、なんですか。まあ。一応そのアカウント誰かに乗っ取られて乗っ取られた可能性がありますみたいな、そういうことをまあ言ってる、まあ言ってますね、で、まあ結構なんて言ったの、なんかねモンハンかなんかのエアコンがっていうアカウント名なのかな、多分そう、ドヤコンガっていうアカウント名でやってて、まあなんかそれで多分私の命令を聞けないなんてあんたたちはカスだみたいな、ね、まあそういう感じのことをね言ってるんです。で、まあ、まあまあ別にいいんですけど、まあ、これをねちょっと見て思ったんですね、まあ裏垢みたいのっていうのは、まあなんかまあまあは分かるといえば分かるんですよね、特にこんだけ売れてる人っていうか、このいわゆるもう公人みたいな感じじゃないですか、公人じゃないな、芸能人みたいな感じで、まあ下手なこと言えないですよね。まあなんでそういうプライベートなものがあるっていうのは、まあまあまあそうなんだろうなというのはまあ思いますよね。で、まあ、ただこういうのって結構リスクあるんですよね。まあ今回のあれもそうですけど、いわゆるオペミスですよね。間違えてこっち書いちゃったみたいなことなんで、まあ、間違っちゃったんですよね。そもそもそういうことが出てきちゃうんで、まあそういうのと、なんでしょうね、つぶやきたいっていう、そのリスクと、つぶやきたいっていうのを、まあ、天秤にかけると、まあ、どっちがいいんだろうなっていう話ですよね。ちょっと話違うな。まあ、まあでも、それも踏まえ、そういうのも承知した上で多分、まあ、あんまそこまで考えてはないと思うんですけど、
まあまあそういう裏垢を使っていたわけですね。うん、で、まあ自分がね言いたいのはですね、この、こういうのって、要は、まあ、こういうニュアンスのことを文字にするのが、で結構リスクだなというところなんですね。まあこのツイッターに限らずです。あの、まあ LINE とかもそうだし、メールとか、まあ何でもそうですね。なんか、それって、口で言えばね、まあ、言った言わないとかの話にもなるし、なんていうかその、ある程度の受け取り、その場の雰囲気というか、ニュアンスというか、そういうのでの受け取り方ってあるじゃないですか。だからまだ、あれと同じことを、その、例えば声優の、なんか番組で言ったとしても、こんな炎上しないと思うんですよね。なんか含みがある感じで、いいと思うんですけど、文字にしてやっちゃったから、こうやってスクショ取られて、みたいな話になってるわけですよね。うん。だからまあなんというか、こういうネガティブ系なこと、まあ別にネガティブじゃないですね。これ攻撃系なんですけど、こういう見られてまずいものですね。いうの、そもそも証拠を何かに残しちゃうっていうのが、まあ、あまり良くはないかなと僕は思ってるんですよね。うん。はい。僕の、なんで、結構、その、まあ、そうですね。まあ別にそんな攻撃的なことはまあ自分では言ってないつもりなんですけど、まああの、そういう証跡はどこにもないはずですね。僕、メールとか、そのチャットとか全部含め、うん。そういうのは全部、うん、ないはず。まあ、ちょっとあれだな。うん。まあ要は、見られちゃまずいものを残しとくのがまずいんじゃないみたいな。まあそういうことですね。口で言うのはいいと思うんですよね。あの、仲間内っていうか。この相対した時にね、言えば別に何も残んないじゃないですか。まあ、そうなんだよな。証拠にしちゃうのがまずいんじゃないかなって感じですね。うん。まあ、何でもいいですけどね。ちなみにこの人は、まあいいか。なんかあの、なんだっけな、レム、あれだな、あの、なんだっけ、五等分の花嫁の五女ですか。この子もやってるんですね。まあいいや。そんな感じですね。